ははいいどうもルッキャーです、はい、えー、っとこんばんばは,はい日付変わってすぐなんだけど今日ちょっとねちょうどジャストぐらいで今今さっき帰ったわけだけど、えー、っとまだ帰ってない帰ってないというか本当に帰ったばっかりであのー、シ,ャシャワーをバッと浴びて出てきて瞬間でこれ撮ってるんだけど緊急でね緊急で動画をしてるんだけどあの別に緊急でもなんでもないよけどこのねあのー 先生の徳がちなみちゃんちなみ先生のあの,んの、あのー、ね新美女というかこの地影のちゃんって言われてるんかなあのー、このね仮のやつあのなんていうの黒な,な,な,なんかに似てるんだよ <laughs> なんかに似てるなんかどっかで見たことあるんだけどこの側ねこれがなんか新しくなったみたいでえっ、ー、とこの間ねなんかもう出てくるのと思って、あのー、本来の赤あ、あのー、側あるじゃんあれその完成するのが。 なんか11月とか言ってたやつがもうできたんかなと思ったけどさすがに早すぎるもんなと思ったからえ何なんだろうと思ったらこれが新しくなるっていうね <laughs> なるほどと思って <laughs> であっとあのこの間ねコラボをねあのちなみに先生がしててえー、っとねむ、ね、ちゃん白,白羽ねむちゃんだったかなちょっと漢字の読み方がちょっとあれなんだけどし白羽ねむちゃんとかそんな名前で白羽ねむちゃんだったかな。 えー、とりあえずネムちゃんっていうねあのなんかしあの紙白い紙のねあのー、人がいてまあ言っちゃうと、あのー、ちなみに先生もこの人も、まあ、某某大手の箱のからその転生してきた人なんやね名前は出さないけどみんな知ってると思います。ああと俺そのそのの箱につついいてあまり詳しくないのでもう一つの 大手には詳しいんだけどもうこれ名前そのねもう,いもう言ってるようなもんなんだけどさすがに一応伏せようかなと思って一応伏せてるけどもう一つの方は詳しいけどそのちなみ先生とねむちゃんがいたところに関しては詳しくないんででそのちなみ先生に関しては言っても俺あの唯一ぐらい見てたのであのまあまあ知ってるんだけど。 ねむちゃんに関しては名前と画はそのビジュアルぐらいしか知らなくてそのどういうキャラだったとか何でその転生転生っていうかまあやめそっちを辞めることになったのかとか詳しいこと全然知らないからまあその名前は普通に聞いたことっていうかまあ大体でもそ,のそこのねライバーの人は大体名前ぐらいは聞いたことあるけどみんな。ただだなんだろう その解像度が低すぎるのであんまりそれについて語りたくないから名前を伏せてるんだけどまあまあそんなんでコラボをしててまあ言ったら2人とも個人税なのかな一応ね個人税だからあのー、まあ別にねコラボできるしたとえかつてそうだったとしても別に関係ないからねあのー、某,某箱のね某卒業者2人がいざこざを起こしたこともあったけどこの2人に関してはめちゃくちゃ仲がいいので。 ていていというか、まあ、話もめっちゃ面白かったし、切、ま、り、あ、抜きとかもね、俺、見たんだけど、で、まあ、俺、その流れで、とまだ上がってないんだけど、えっ、ー、とね、あのアゲハちゃんのやつをね、き昨日の10時ぐらいにアップをしたんだけど、えー、ともう一本ね、作ってあります、そっちの方は、えっ、ー、と、明日の昼にアップできるんだけど、それがねむちゃんの、えっ、ー、と、ライブ 2D のね、あの初公開の時の切り抜きを作らせてもらいました、そんなに前じゃないと思います、この人に関しては。はい な,なんだけど、まあ、この間のね、あのー、コラボの時はねちょっと結構爆弾発言をかまして,てこのレムちゃんの方がそのちなみ先生の方はね結構もともとそういう,もうその転生前から結構めちゃくちゃだったので面白そういうのが面白かったんだけど、まあ、正直ヘイトを買いまくっている人なので、まあ、ある程度はなと思うんだけどその言っても、ねまあ、闇って。 深いんだなって思う大きい箱ってまあそれなりに闇がみんなあるんだろうなって思うねあの内容を聞いたらまあだからまあまあ本当にでかい箱だし男女それ,それこそねもう名前を言ってないけどもう言ってるようなもんなんだけどあの男女混合だしあの人数もバカ多いしねそのもう一つの大手の箱よりも数多いと思うんで多いと思うっていうか多いので実際。 だから、その辞めた人も膨大だし、いた人も、その今いる人も膨大なので、正直、名前なんて覚えてられないぐらいのレベルの数いるので、だからまあ、うん、っていう感じですね。だったら単純に面白くて、でしかも声めっちゃ可愛くて、まあ、美人も可愛くてってなったら、あ、作ろうかなと思って、まあ元々はね、他のこうの、ね、作る想定だったんだけど、前ちょっとできなかったので、まあ、これに関してはまだ、 チャンスはあるというか、作るタイミングが全然あるので、そっその時にえっ、ー、とあと2人ぐらいえっ、ー、と多分今月中だと思います。で作ろうと思ってます。まあ、とりあえずね。このちなみ先生、えっ、ー、と。まあ本来の赤が楽しみっていうのも俺正直あれ好きなんよね。あの、ちなみ先生のあのできるよ。予想と,というかさ、さあの側がめっちゃ好きなんで楽しみなんだけど、結構さ。リスナーの人結構ね。この <laughs>。 ここののちちゃゃんんっっってていうかこの姿が結構みんな気に入っちゃってまあ確かにねずっとこれ使ってるとね言ってしかも11月って言ったらさまだ3ヶ月ぐらいあるからそりゃねずっとしかもそのデビューした時はずっとこれ使ってるからねそりゃまあそ,のそう思っちゃう気持ちも分かるっちゃ分かるよね普通はさそのデビュー前まああの呼吸ちゃんとかもそうだったけどさ割とそのはなんかちょっと。 何元々売ってある側を買っってて使たたりしてたんキューちゃんとかもああいう風にさ仮で使うってあるけどさ大体の人がさそれこそネムちゃんなんかもそうだけどその立ち会いの状態で使ってるけどそのライブ 2D はない状態でその配信をしたりとかしてることが多いので大体ねこういうパターンだと。なんでその一方さこういうちょっと、まあ、簡易的とはいえそのライブ 2D で動かしてこういう側を使っちゃうとやっぱり。 ななんだろうなそのイメージが強くなっちゃうっていうのは、まあ多分使い分けるとかもできるだろうからね、これを,これを使うこともあるだろうし、あの新しくなった方を当然使うこともあるだろうっていう感じなんだろうけどね、多分だって愛着ができちゃうしさ、実際、LINE スタンプとかも出てるし、はいまあ、そんな感じですね。まあ、ロティアでしたバーイ